はい。また雨降ってきました。紀の川まで14キロ、和歌山32キロ。で、自分はですね、名前忘れちゃったんだけど、あ、出てきた、紀の川万葉の里2キロ、道の駅、そこに向かってます。で、ここは今出てきたのは葛城町で出ました。ここからもう高野山の方でいいのかな。紀の川は大きな川だなっていうのは、なんでわかるかというとですね、この広いんですね。とにかく谷が大きいっていうか、これを作ったのは川ですからね。あっちに流れてこっちに流れているうちに広くなった。万葉の里っていうけど、なんかね、奈良の方とかあっちの方が万葉のイメージだけど、こっちもそうなのかなって。はい、もう少しで道の駅です。